の夕方にあのピカちゃんのね、ブライダルシャワーの,あのみんなで、女性陣ねあの、数人の女性陣と一緒にブライダルシャワーの時間を持ちました。Last week we had a bridal shower for who's getting married this month、ね。いよいよてっちゃんとピカの結婚式が2週間後、もう2週間切りましたね、もうすぐ迫ってます。うれしいですね、久しぶりの結婚式。1年ぶりぐらいですね。One year, I guess. はいでえっと、そのブライダルシャワーをするときに、ピカちゃんにあの、みんなからプレゼントをそれぞれ持っていきたいから、何がいいかっていうのをリストアップしてほしいっていうふうに頼あの、ピカに頼みましたそのにまに、まあ、やっぱり結婚生活にこれから必要な、例えばお茶碗だったり。 またスリッパとか、<li> <laughs> あとタオルとか、そういうふうなものをリストアップしてくれました。私たちこの参加するメンバーも、そのリストを見て、じゃあ、あ何を用意しようかといろいろ考えました。お店に行って、ピカは何、どんな色が好きかなとか。we would go to the shops and be like, oh i wonder which, which item pica would like。 てっちゃんとピカが好きそうなものは何だろうって考えながら選びましたそしたら当日、あの蓋を開けたらお茶碗がやたら多かったというね。<laughs>

礼拝も同じです。この礼拝というプレゼントを私たちは神様に、えー、捧,げた捧げているんです。Worship, だから神様の好み、神様が好きなものって何だろう、神様の好みは何だろうと、本当に神様を喜ばせたいという思いで、えー、その思いの表れが礼拝なんです。 だから、礼拝は自己満足のためではなく神様が喜んでいただかなければ意味がない。皆さん、私たちが捧げるプレゼントであるこの礼拝、神様に喜んでいただ,いただきたくないですか喜んでほしいですよね。You want him to be happy. じゃあ神様どんな礼拝というプレゼントを欲しいって願っているのか見、so、kind of 言葉を一緒に見ていきたいと思います、like、to ヨハネによる福音書の4章23から24節 4, 24. しかし誠の礼拝をする者たちが霊と誠を持って父を礼拝する時が来るそうだ今来ている父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである 神は霊であるから礼拝する者も霊と誠を持って礼拝すべきである。神様が欲しいと思っているこのプレゼントである礼拝は霊と誠と思っている。 なので今日はこの霊と誠と思った礼拝というこのプレゼントを一緒にみんなで準備していきたいと思います。So like to like. このプレゼントを神様に下げるために何を準備したらいいんだろう kind of まず一つ目です。So、肉の目ではなく、霊の目で見るということ。 先ほど読んだ御言葉の中に、礼を持って礼拝するっていうふうに書いてありますけれども、この礼というのは、私たちの内側にある礼を持って神様を礼拝するということです。また、神は礼であるっていうふうに書いてありますよね。神様は礼だから、礼によって交わりをするんです。 だからこの霊をもって礼拝するというのは私たちの霊が神様の霊に応答するということ私たちは神様と霊によってしか交わることができないんですしかし何が起こったか皆さんがよく知っているあの、えー、内容ですけれども。 人類最初の人であるアダムとエヴァによって、私たちの私たち人の中にこの内側に罪が入りました。Time, Eve, それによって私たちの霊は死んでしまったんです。この 当然だから霊が死んでしまったので神様との交わりも断絶してしまいましたその時に何が起こったかっていうのを一緒に創世記から見ていきたいと思いますしかしそのの中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならないそれに触れてもいけないあなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられましたすると蛇は女に言ったあなた方は決して死にません それを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのですそこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで目に親し,しくまたその木は賢くしてくれそうで好ましかったそれで女はその実を取って食べ共にいた夫にも与えたので夫も食べたこうして二人の目は開かれ自分たちが裸であることを知ったそこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちのための腰に God said, You shall not eat of the fruit of the tree that's in the midst of the garden, neither shall you touch it lest you die. But the serpent said to the woman, You will not die. God knows when you eat of it, your eyes will be opened, and you'll be like God, knowing good and evil. So when the woman saw the tree was good for food, it was a delight to the eyes. The tree was desired to make one wise. She took of its fruit and ate, and she gave some to her husband who was with her, and he ate. Then the eyes of both were opened, and they knew they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. Amen. When and that ここに2人の目は開かれたって書いてあるんです。この目というのは肉の目なんです。それまで閉ざされていた肉の目が開かれたんです。神様がしてはいけないということをすることによって、この罪によって開かれてしまいました。 そしてこの肉の目が開かれた瞬間、霊の目が閉ざされたんです。それまで、アダムとエヴァは神様と一緒にこのエデンの園で楽しく過ごしていました。しかし、この木の実を食べた瞬間、自分たちが裸であることが恥ずかしくなって。 そして神様が恐ろしくなって神様から隠れたと書いてあります。そこには、アダムとエヴァが今まで見た景色とは全く違う景色が見えたんです。Like、そこには恥があり、また恐れがあり、また失望があり、争いがありました。Shame, fear, これが肉の目で見た景色です。 環境が変わったのではありません。彼らの見る目が変わってしまったんです。この時から今に至るまで私たちはこの肉の目が開かれた世界に来ているんです。Then, そしてこの,この世はまさにこの肉の目によって、見た景色によって成り立っています。 私たちはこの肉の目で見た景色によって物事を判断したりまた人を見たり自分自身を評価したりしてしまっています things, others, そしてその目で見たことが全てでありそれが真実,真実であるかのように思っている。 例えば私な、私の人生なんかどうせうまくいかないに決まっているとかあの人はこういう人だから仕方ないよねとかまたたくさんお金を持っていて人,から人に影響をたくさん与えている人が成功者なんだとか the ones who are successful. 私たちはこの肉の目で見た景,景色によって物事を決めつけていませんか またこの肉,の肉の目で見た景色によってえ当たり前のように築き上げられてしまったそのえ文化とか習慣また価値観によって動かされていませんか the values, the, the この地上で生きている限り私たちはこの肉の目で見る景色によってえ私たちの例えば礼拝だったり信仰生活にも障害を及ぼしてしまうんです And as long as we live in this world of sin, the way that we see things will have an impact on our worship life. in First John, it says very clearly. In chapter two, sixteen to seventeen. 世にあるもの。すなわち肉の欲目の欲暮らし向きの自慢は道地から出るものではなく、世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし、神の御心を行う者は永遠に生き続けます。 この肉の目で見る景色は神様が見せたい、見せている景色では全くないんです。神様が見せる景色というのは霊の目でしか見ることができないんです。He wants to show us things we can only see with the eyes of the Spirit. 神様が見せている景色が見えないのは私たちの霊の目が閉ざされているから。 私たちの霊の目が閉ざされてしまうと私たちは神様を見ることもまた神様が御言葉で約束してくださっていることも見ることができなくなってしまう私たちが神様と交わって神様が見せてくださるその景色を見るためにはまた神様が望む霊を持った礼拝を捧げるためには 私たちの霊の目が開かれる必要があるんです。そして霊の目が開かれるとき、状況は同じでも、そこに見える景色は全く違うものになります。それを書いてある箇所があります。第2列王記の6章15節から17説。 神の人の召使いが朝早く起きて外に出るとなんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた若者がエリシャに「ああご主人様どうしたらよいのでしょう」と言ったすると彼は「恐れるな私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだから」と言ったそしてエリシャは祈って主に願ったどうか彼の目を開いて見えるようにしてください It says, When the servant of the man of God rose early in the morning and went out, an army with horses and chariots was around the city. The servant said, Alas, my master, what shall we do? And he said, Don't be afraid. Those who are with us are more than those who are with them. Elisha prayed and said, Lord, please open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man and he saw. この箇所はエリシャがシリア軍に命を狙われていた時の話です。エリシャの召使いであったこの若者は、シリア軍の馬とまた戦車が、戦車、その軍隊がねエリシャの周りをこう取り囲んでいるのを見たんです。 そして彼は恐れました。この若者の目は、肉の目によってそこにいる敵である軍隊を見たんです。でもエリシャは違いました。エリシャは神様が見せてくださっている景色を見ていたんです。 そしてエリシャはこの若者の霊の目が開かれるようにそして神様が見せている景色を彼も見ることができるように祈りましたその結果この若者の霊の目が開かれましたそして彼の目の前にはそれまで全く見えてなかった神の国のの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 の 神の軍勢が取り囲んでいるのを見たんです。状況は全く変わっていません。でも、この霊の目が開かれた瞬間に見えたものが全く違ったんです。神様は私たちにこの霊の目で見る人生を取り戻してくださいました。 肉の目ではなく、霊の目で見る景色を見せてくださるんです。この霊の目で見る景色によって物事を判断しまた人や自分を見ること。また、この霊の目によって見る景色によってえ築き上げられた文化や価値観によってこの世の中で私たちが生きるため。 And by seeing things with our spiritual eyes, we can create a culture, a kingdom that is in alignment with God's. Through our spiritual eyes and what we see there, God wants to build us up. He wants to use us to build up the church. だから私たちも自分自身のためまたお互いのために例の目を開いてくださいと神様に祈りたいです。ルカの18章 40, 40節から42節イエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった私に何をしてほしいのですかするとその人は答えた主を目が見えるようにしてください。 イエスは彼に言われた、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救いました。イエス様は私たちの霊の目を開いてくださるお方です。そして私たちは肉の目によるのではなく、霊の目を持って神様に近づいていくものになりたい。 神様が願っっている礼を持った礼拝 worship worship 神様が私たちに持ってほしいと思って準備してほしいと思っているプレゼントです。 そして神様が願われている礼拝は、礼と誠と思った礼拝だということを先ほど読みました。この礼と誠というのは別々のものではありません。これはセットなんです。私たちは礼によらなければ誠の礼拝を捧げることができない。じゃあ誠の礼拝、真実な礼拝って何だろう それは主を知るということの中にあります。霊と誠と思った礼拝を捧げるために必要なものの二つ目は主を知り、真実な神に捧げるということです。私たちは生まれ育った環境とかの中で、神様に対するなんか間違ったイメージを持っていたりします。

だからクリスチャンになってからも神様愛の神様だし許しの神様っていうことはたくさん聞いてるんですけどどこかでいつも神様私を見てチェックしてるなっていうふうにどこかで私をさばいてるなっていうふうに思ってビクビクして生きてたんです、so、そして何か悪いことが起こるとあ,あのあの時にやったあの「 罪の,あの,罰あの,あの悪いことに対しての罰が下ったんだってクリスチャンになりながらも思ってたんですそういう間違った神様に対するイメージに縛られてそういう中で神様を礼拝してた。 これは誠の礼拝ではないですよね。神様に対して全く違うイメージを私の中にはありました。もしかしたら皆さんの中でもこう愛の神様、許しの神様だって、えー、聖書に書いてあってたくさん聞いてはきてるけども。 今週犯したあの失敗で神様きっと怒ってるに違いないとか。Think, oh, week, 神様、あの人のことは本当に期待して関心持ってるけど私に対してはもう全く関心がないし私の人生なんて期待してないだろうなとか。Think, oh, life, 先週は神様のことをたくさんシェアしたから神様喜んでくれたけど今週は何にもしてないから神様きっと責めてるだろうなとか。 Or, like, oh, last week I was so close with God, I was sharing about Him to my coworkers. This week I'm not doing anything, I know He's disappointed in me. These are all thoughts that come from a mistaken image of who God is. 私たちは思い込みだったり昔からこう聞かされた神様のイメージ間違ったイメージによって私たちはそれを信仰の中に取り込んでしまっている時があります <music> そしてそのイメージを持ったまま礼拝をしようとしてしまうんです <music> それは礼拝しているようで神様が求めている誠の礼拝ではありません 私たちの中にある神様に対するこの間違ったイメージとかまたこうあるべきっていうその自分の思い込みやまた人からの言葉によって礼拝するのではなくこの真理である神様の御言葉に立った礼拝をささげることがこの誠の礼拝です。 ホセア書の6章3節 in 私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ。大雨のように私たちのところに来、後の雨のように血を潤される。come to us as とこ e showers, as t を e s p る。i n g r a i n と t h に t w の t e r the e a r t る。 神様は私たちに神が神であるということを知ってほしいと願っています。そして私たちは礼拝を通して、また神,を知る神様に近づくことを通して、神様をさらに知ることができる。 そして私たちは人生の中で神様を知れば知るほど私たちの礼拝の態度やまた言葉が変わっていきますもしまだ何か神様に対する間違ったイメージによって自分が縛られているように感じている人がいたらぜひ神様を知ることを求めてください。 ガラティアの5章1節には、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですから、あなた方は固く立って、再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさいと。 イエス様は私たちに自由を与えるために、今日も私たちを愛して近づいてくださっています。To to アメンですか。ね、アメン。はい、はいえー、そして、今日、えー、まあ。今一番二番語りましたけれども、も今日は霊と誠と思った礼拝が神様が欲しいプレゼントであるということ。 そしてその礼拝を捧げるために、私たちの霊の目が開かれる必要があるということ。そして、主を知り、真実な神様に私たちは捧げていくということを学びました。ただ、これらは何一つ私たちの努力によって完成するものではないんです。 ただ神様からの恵みです。神の恵みで始め神の恵みで終わる。目種録21章6節にはこうあります。また私に言われた、ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。じめであり、終わりである。私は乾くものに命の水の泉からただで飲ませる。 And he said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty, I will give from the spring of the water of life without payment. God is the beginning and the end. He is the one who starts things, He is the one who will finish things. And this means that our worship as well, the beginning and the end, is all in God's grace. そして神様が喜ばれる礼拝を完成されるのもまた神様なんです。Him. 1> 第1コリントの15章21節から22節には Corinthians chapter 死が1人の人を通してきたのですから死者の復活も1人の人を通してくるのです。アダムにあってすべての人が死んでいるようにキリストにあってすべての人が生かされるのです。

イエス様がこの地上に来てくださいました。そしてイエス様が私たちの罪を許して、そして私たちの代わりにこの十字架にかかることを通して、死んでいた私たちの霊を再びよみがえらせてくださったんです。 そして壊れていた神様との関係を回復してくださいました。神様が喜ばれる霊,霊と誠による礼拝はこのイエス様の十字架とその復活の命から始まります。だから私たちはいつもいつもこの十字架の恵みを携えて。 そしてこの恵みに感謝して神様に近づくものでありたいと願います。今週も神様の恵みで初めて、恵みで終わりましょう。そしてまた新しい1週間をこの神様,と神様の恵みと一緒に進めていきましょう。 As we go through a new week, we can constantly be in God and His grace. I'd like to finish with prayer. If you could stand where you are, If you would close your eyes. 今日は神様が喜ばれる霊と誠と思った礼拝を下げるために私たちに必要なものについて話しました。霊と誠と思った礼拝を下げるために私たちの肉の目ではなく霊の目が開かれる必要があります。今日このメッセージを聞いて私は今まで肉の目で見て肉の目で見える景色によって動かされてしまっていた。 Maybe as you listen today, you realize that you've been seeing most things with the eyes of your flesh and making your decisions based on that. Maybe through what you saw, you were judging yourself or judging people around you. But the scenery God lets us see with the eyes of our spirit is very different. 私の霊の目をイエス様が開いてくださることを信じます私は神様が用意している霊の目で見える景色が見たい神様私の霊の目を開いてくださいもっとはっきり見えるようにしてくださいそのように願われる方手を挙げて教えていただけますかアメン ありがととううございいいいまますす手をししてくださいえもう一つ質問したいと思いますまた私たちが誠の礼拝を捧げるために、主を正しく知るということが大切であるということを知りました。また、神様に対する自分の中の間違ったイメージが、私たちの礼拝や信仰の妨げになるということについて知りました。 もし自分の中に神様に対する間違ったイメージがあるのなら主を教えてください。そして神様の恵みによって私の中の間違ったイメージを取り除いてください。そして真実な神様、あなたご自身をもっと教えてください。 あなたを知りたいです。あなたに心を開きます。そのように願われる方、ぜひ手を挙げて教えてください。ありがとうございます。最後にもう一つだけ質問させてください。今日初めて来られた方や、また聖書について初めて聞いたという方。 Maybe it's your first time today or it's your first time hearing about the Bible. Or you've come many times but you haven't yet believed in Jesus. Maybe you know that you don't know really who God is. Or you were hearing about him but you had the wrong image of him. でも今日、イエス様が私の罪のために死んでくださり愛を持って私に許しと自由を与えてくださる神様であるということを知りました。私の霊の目を開き、新しい景色と新しい人生を与えてください。 私はイエス様あなたを救い主として受け入れます。Today, あなたを私の心に迎え入れたいです。Heart, イエス様あなたのことをもっと知りたいです。Say, またすでにクリシャンの方でももう一度私は今日神様に立ち帰ります。 そのように願われ決心される方あがいたら手を挙げて教えてください。ありがとうございます、はい。では一言お祈りします。愛する天皇お父様あなたの皆を褒めたたえます。主よあなたは霊と誠との礼拝を本当に願われている方 私たちの礼拝を喜ばれる方です。そのために必要なものを今日知りました。あなたが私の肉の目ではなく、霊の目を開いて、そして霊の目でしか見ることがない景色をあなたが用意してくださっていることありがとうございます。 どうか神様、私の霊の目を開いてください。そして、もっとはっきりと見えるようにしてください。あなたがこの状況の中で何をなさっているのか。あなたがなぜこの人と私を出会わせたのか。 なぜ今世界中でこのような状況になっているのかこの肉の目ではなく、霊の目でこのことを見せてください。あなたがなさっていることをはっきりと悟ることができるように。あなたは希望を持ってくださっている方です。あなたは将来を用意してくださっている方。 すべての中にあなたの計画があることを感謝します。そしてあなたのことをもっと知ることができますように。今まで私たちの中にあった間違ったイメージを今捨てます。真実のあなたを教えてください。あなたに近づきます。イエス様がすべて恵みによってこれらを用意してくださっていることをありがとう。 Thank you, Jesus, you have prepared all this for us in your grace.、えー、Would you let us begin in grace and end in grace? Thank you, your hand is upon everything, Lord. Thank you, you are with me through this week. In the name of Jesus, I pray. Amen. では、えー クリップの方が出ますか？これを一緒に宣言していきましょう。So like、では、日本語から一緒に読みましょう。上海 <Starting. S 2> イ,イエス様、私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。イエスは私の主です。 アーメンイエス様に拍手してやっていきましょう Let's give God praise this morning